わお、わお。まずメンズのラウンド2の9から16を行います。皆さんおはようございます。カエルのワンダーランドへようこそ。三刀流プロサーカーの東海です。カエルちゃん行ってる。え、あ、兄ちゃん乗ってる、兄ちゃん乗ってる。はい、どうぞ。兄はラウンド2のヒート9です。昨日は、男子のラウンド2ヒート1から8までやってそこで終了となりました。ということで今日朝一番から兄のヒート9が始まります。スタートは8時だそうです。とても寒いです。で、今アリはもう入ってるんで、このままヒートが始まるまで波に乗って練習して、で、そこからヒートが始まります。ということで、このまま動画をご覧ください。あ、もっと高く取ってる。うん。うわあらららららら。あらららら。あ、でも穴の後がまだ入ってない。割れるの早い。すごい。そこ行くよ、兄ちゃん行くよ。Watch your first leg is 7.5. Your backup is 7.35. You are in the lead. 7.35 だって言った。What are your scores for red and blue? あら、こっちだ。ちょ、逃げちゃってよ。兄ちゃん、カーラップもったいないね。アリウムか。カーラップ。カーラップもったいないね。もうちょいお疲れさん。よくわかんない。え、オレンジはタイルで、緑はこの上と盛んだよ。ああ、行く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 行
わお、わお、あらららら、ら誰だ、関係あるんですか今。おい。ね、出るでしょ。3.9 だよ。え、30秒なの？乗れ、行け。応援ありがとうございました。ラウンド3で 0.2 ポイント差で兄は負けてしまったんですけど、難しいところでエアをメイクしたりいろんな技をして、楽しませてくれました。そしてラウンド2では一番目からエアリバメイクしちゃって 2.5 メイクしちゃったな。なんていう技だっけあれ。普通に 3D のエアリバースとテールハイの 3D のエアリバースと、コールアップフリップはインコンプリート。でもあれはすごい高さと飛んでてね、多分メイクしたら10ポイント出たんじゃない。うん、多分もうちょっとでメイクだったんだけどな。でその後チューブからのリップだっけ、レバックっていうなんかすごいバリエーションがすごい多いライディングをいっぱいして見ている観客を楽しませてくれました。ということで、まあ、今回は結果は負けてしまったんですけど、多分兄ちゃんにとってすごいいい試合できたんじゃないかなって思います。できました。フィリピンの時ね、全部お腹おかしくてエア飛び出す時の力が入んなくて全部こけちゃってたけど、今回全部メイクしたから、はい、まあ、とりあえず俺的には納得でございます。はい、見てる方も良かったと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。それではまた次回。バイバーイ。バイバーイ。